石巻市。石巻市は、宮城県東部に位置する、県内、第二の人口を要する市。広域合併により、市域は、北上川下流の仙台平野、石巻平野から、女川町を除く三陸海岸南端、牡鹿半島一帯まで広がった。旧北上川川口に中心部を持ち、石巻都市圏の人口は約21万人、2000年、国勢調査時点。 世帯数は59,065世帯である2006年平成18年3月末。金華山沖、三陸沖では黒潮、暖流と親潮、寒流がぶつかるため世界三大魚場の一つとなっており、魚場に近い本市は全国でも有数の水産都市となっている。市内の満石裏でカキの養殖法が開発され、世界中に広がった。 市のほぼ中央を旧北上川が南北に縦断し、おおむね旧北上川を境に土地利用や第一次産業の構造に変化が見られる。旧北上川右岸から西側の河南、物内区は仙台平野の東端部に位置し、広い平地、石巻平野と北上川がもたらした、肥沃な土壌から稲作を中心とした農業が盛んである。 一方の旧北上川砂岩から東の地域は北上山地とリアス式海岸によって複雑な地形をしており、平地が少ないため農業は西部と比べて割合は低い。東部では漁業や湾内での養殖業などが盛んであり、市の中央部の常盆山には牧場があり、周辺では畜産業も行われている。市街地は主に旧北上川川口に広がっており、 旧北上川の中瀬である中瀬地区から JR 石巻駅にかけての地域が、いわゆる中心市街地である。近年は、バイパス沿いの中瀬とヘビタ大街道などに大型店をはじめとする行きがい資本のロードサイド店舗が多数進出し、特に三陸自動車道石巻家内 IC を中心としたヘビタ明けの地区は、県内では大周辺地域に次ぐ、 商業集積を見せるようになり、とメジや大崎市の一部までも含む、検討部の広範囲を証券としている。新たな集客施設及び税収増を狙って、2005年、平成17年、2006年、平成18年に、協定場外県売場施設、おられを中心市街地に誘致しようとしたが、未だ市民の総意も理解も得られていない。ヘビタ。 明けの地区の商業集積により、集客力が激減した石巻駅前の百貨店桜や東北が2008年、平成20年1月、撤退を決め、同年4月27日に閉店した撤退後の建物に石巻市役所が入居。また、石巻駅の北、駅裏側を貫通する市道の中里バイパス沿いで営業していた伊東洋華道、 石巻中里店は2009年、平成21年8月、翌年1月の閉店を決め、27年の歴史に幕を下ろすこととなった。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、8.46%減の14万7214人であり、増減率は、県下35市町村中28位。 40行政区域中33位。戦国時代、石巻の日和山に、戦国大名、葛西氏が日和山城を築いた。後に、葛西氏は、大崎氏に対抗するため伊達氏と同盟を結んだ。当時、葛西氏は、大崎氏と共に、伊達氏、足名しに次ぐ勢力を誇った。戦国時代末期、伊達政宗は、東北地方、 王宇の南半分を征服して、王宇の覇者となったが、天正18年、1590年、豊臣秀吉に服属した。同年、豊臣秀吉が、北条氏政親子を下して、日本統一を達成すると、河西氏は、大崎氏などと共に、小田原征伐に参陣しなかった責任を取らされて、取り潰しとなる、欧州市沖。一方、小田原に参陣して、 秀吉に服属した正宗は、征服地のほぼすべてを没収された。正宗はこれに不満を抱き、葛西、大崎の旧家臣を先導して、反乱を起こさせた葛西、大崎一揆。しかし、正宗の一揆先導は、豊臣秀吉に発覚し、正宗は海域は、免れた者の領地を、今の福島県、宮城県南部、山形県南部から、宮城県全域。 岩手県南部に領地替えされた。こうして、石巻地方は、伊達市の領地となった。慶長18年、1613年に、仙台藩の初代藩主の伊達政宗は、スペイン帝国との通商交渉のために、スペイン王国及び、ローマ法王朝に、長瀬倉常長を聖地とする、慶長圏王施設を派遣した。政宗は、メキシコとの太平洋貿易を計画しており、 石巻近くの港で、サンファン、バウティスタ号を建造して、石巻の月の裏から出港させた。この時、それまで、小さな巨村だった石巻は、国際貿易港として整備された。しかし、スペインとの通称は実現しなかった。伊達政宗は、仙台領内の神殿開発を目指し、河心、河村孫兵衛に命じて、東北地方最大の河川、 北上川の流れを変えるという大工事を行った。こうして北上川は、現在の石巻港付近で、太平洋に繋がった。江戸時代の石巻港は、北上川水運によって、南部半領からも米が下り、河川交通と海運との結節点として、日本海側の酒田港と並んで、大海大貿易港として、全国的に有名であった。また、 東北太平洋岸海運の拠点として、戦国戦による江戸、東京との交易も盛んで、江戸期の長い期間において、石巻港から江戸へで、送られた米は、江戸市中で流通する米の半数を占めたという。半世時代には、明日ともに、仙台藩の経済の中心地であった。また旧仙台藩内で唯一貨兵の鋳蔵を許され、現代でも中戦場という地名が、 石巻駅前に残っている。日本人として最初の世界一周を成し遂げた津田悠一行は石巻港を拠点としていた。完成五年1793年に石巻を出発して江戸に向かったがアリューシャン列島当時はロシア領に漂着してロアで10年ほど過ごした後、県被施設のニコライレザノフラの船に乗って文化元年1804年に 世界一周を成し遂げ、同年長崎に帰国し、文化三年、1806年に、ようやく帰京した。母親戦争で敗北した仙台藩が、明治元年に、表高62万国から28万国に、治業域を減らされた際、押鹿軍、物尾軍、元吉軍は、仙台藩から分離され、高崎藩の取締り地になった。明治2年7月に、 これら三軍は明治政府直轄の物を受けんとなり、一ヶ月後には石巻県と名を変えた。明治三年九月に石巻県は和久屋に県庁を置く、富め県に併合され、石巻には県庁の出張所が置かれた。明治四年四月に政府は小倉の再開道賃代と共に石巻に東山道賃代を設置することを決めたが、同年八月に賃代は 東京、大阪、熊本、仙台に置くことと改められた。県の再編はこの後も続き、1876年、明治9年に現在に至る宮城県の領域が確定する。高度経済成長期に至るまで、船運が鉄道やトラック流通に置き換わっていったため、港の機能は沿岸漁業から遠洋漁業まで対応する漁港として発達し、また、 石巻工業校の建設によって、第二次産業も発達した。これらの産業基盤によって都市化が進み、商業などの第三次産業労働者が多くを占め、宮城県東部の商業拠点となった。都市圏人口もバブル景気まで伸び続けた。石巻市の主要な産業は、水産業と県下、第二の集積を見せる商業である。また、造船業。 紙パルプ業なども盛んである。すべての業種で、労働集約型から知識集約型への転換が進められ、過剰労働力が流出している。流出を食い止めるためには、観光が有力であるが、温泉が出ない土地であるため、客単価の高い宿泊客獲得には、現時点では、困難で水産業を生かしたグルメを、 主要コンテンツとする日帰り観光地としての開発が主流となっている。石巻市は宮城県出身の漫画家、石森翔太郎の協力を得て、石巻漫画ランド基本構想を策定し、一万画を生かした創造性あるちづくりに取り組んでいる。その一環として、石森一万画館の最寄り駅である石巻駅及び石森一万画館までの道、 漫画ロードでは、数々の石の森章太郎作品のキャラクターを見ることができる。また、石巻市民交響楽団は、アマチュア団体ながらも、県と仙台市よりも発足が早く、県内最古のアマチュアオーケストラとして、現在も活動している。歴代市長、新石巻市、高速道路は、仙台石巻間が全通したもの、安倍太郎議員は、 入院しのまに所属していたが、議長就任により、無会派となった。2017年10月24日現在、郵便局官郵便局、港中学校は、文部科学省が推進する、学力向上フロンティア指定校、フロンティアスクールである。高速道路、一般国道、県道市内の一般路線バスは、主に、宮城交通の地域市会社である。 宮古バスが担当している。運行系統など詳細は、宮古バス石巻営業所の港を、石巻駅前乗り場については、石巻駅の港を参照のこと。三陸自動車道の開通により、仙台や東京都を結ぶ路線が近年整備されている。以下に、市内から発着する高速路線バスを列挙する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。